とりあえず琵琶湖の第42回八景賞シーズン3日目終盤戦に入ります。11、12はポイントアップのレース、11レース特別選抜戦です。1、2、3、4、5、6コースは枠なりの模様です。先ほどからの細かい雨が依然として降り続いております。風は追い風2メートル、波高が2センチ、各手ホーム側に入ってまいります。まずインコース1号艇香川の秋山博一です。ここまで連絡みですがまだ白星ありません。ここは期待を集めて陰線シリーズ初勝利になるか。2コース2号艇福岡の郷原翔平、3コースに3号艇群馬の松本明、今日前半大敗でした。1、2、3、4コース4号艇は地元期待の若手滋賀木村正樹です。木村も今日前半戦は大敗。5コース5号艇群馬野村誠、6コース6号艇岡山の岡部隆はここまでオール2連対、今日前半戦は4コースからまくり出し、シリーズ4戦3勝2着1本、好調の6番の岡部です。外3艇から進入開始、進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。第11レース特別選抜戦1秒前スタートしました。まずインカ1番の秋山、4カド4番の木村もいいスタート、1周の1枠押し切るか。インから1番の秋山です。秋山が押し切って2番3番3 4番刺してまいります。さてここはトップ争い、1番2番がほぼ並んで、もう1点4番の木村もここでトップ争いに並んできそう。内から伸びて4番の木村はここで3点並走状態持ち込みました。スタートは正常です。第2ターンマーク1の4番の木村正樹から差し返す2番、外へ回って1番の秋山です。今度は2番がわずかにいい勢、ストップ争い、2番4番並んで1番の秋山やや2マーク膨らんで現在3番手。しかしここはまだ2番4番さらに1番と3つの前トップ争いか。後続5番6番3番2周1マーク2番の郷原、これを追って4番の木村少し離されました、一定審査。そして1番の秋山も若干水が枯れました。ここは2、3番手は3、4停止あるいは4、5停止水が開き始めて、そして2番の郷原を追って4番の木村またまたトップ争い持ち込むか。2周2マーク2番の郷原刺す4番の木村ですが届かずに、ここでようやく単独先頭2番の郷原翔平、2番手4番の木村、3番手1番の秋山です。2番4番1番後続5番の野村、6番の岡部、最後3番の松本明です。上位3点は2番の郷原から4番の木村へ、そして1番の秋山が3番手追走中、2、4、1の順です。それぞれ転換が開きました。トップ争いは2艇3艇接戦から2番の郷原、これでシリーズ2勝目が見えてまいりました。最終第2ターンマーク4番の木村も粘りました、見せ場を作りまして2番手、1番の秋山は3番手でまもなくゴールを迎えます。まず2番の郷原先頭で五輪、2番手4番の木村、3番手1番秋山、その後5番野村、6番岡部、最後3番松本がゴールいたしました。以上第11レース特別選抜戦でした。